大谷翔平が3キロのボールを上に投げた結果がやばい。ひえ、やっぱこいつ人間よりガブリアスよりやろ。胸と肩幅と腕が明らかにやべえ。3キロか？ほんまに3キロかこれ。メディシンボールここまで上げるのは化け物やな。まあ MLB でホームラン王取るくらいの化け物ではあるわけだけど。ほんと子供にサービスいいな大谷。大谷翔平くんって人間じゃないみたいな身体能力があってすごいよね。これやってたけどこの人の半分いくかも怪しい。下半身おかしい。3キロって新生児やん。ガロンスローって昔あったやん。Y なら2秒でヘルニアになる。あったなこのボール普通に持てなかったわ。筋肉番付のタル投げる種目大谷がやったらすごい記録出そうやな。そんなに危なくないのに子供に大声で注意して優しい。大人の体に少年の心提起。筋肉ムッキムキだけどボールと戯れる犬のような可愛さ。確かにホームラン王が一番化け物やな。草、10って書いてあるから10ポンド 4.5 キロか。イメージビデオやん。同じ生き物と思えん。こないだ大谷の真似してジムで22キロのダンベルかける2持って歩いたんやけどすぐに前腕しびれたわ。45かける2持って歩いた大谷さん。3キロならあんますごくない。大谷は本気で投げてないと思うけどそれでも5キロとかじゃね。10キロのダンベルを放り投げると思ったらとても無理やからすごい。大谷もガロンスローやったら7メートルくらいは行くかもな。身長もあるし、お前ら3キロのお米投げられるか？無理だろ。10ポンドじゃねえか。ちょうどゴーイングでやるってよ。今のテレビはこういう企画や乱視つまらなくなったよな。丸太を肩に抱えてほしい。肉体も仕上がってきた。3キロを2回相当まで投げられるの十分すごいだろ。腰言わしそう。砲丸投げ YouTuber の岩佐もこんな感じで投げ飛ばしてたぞ。普通に危ないやろ事故ったらどうしてたんや。昔現役のアスリートがテレビ番組でガチ目に競ってたけど、冷静に考えたらだいぶ頭おかしいな。滑ったらどうするんや。西武の練習動画でこれの滞空時間で 2.60 までできるようになったらマジ急速伸びるよって。甲斐野が言ってたけど3秒くらいこれ上がってるな。肘の手術の影響でこれでも今までの半分くらいなんやろ。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。